<ズ>リクルートワークス研究所の調査によると2024年に卒業する大学生らの採用数が増えると答えた企業が15.5%減ると答えた企業は3.6%だったことが分かりました2023年卒の調査では増えるが10.9%減るが3.9%で 新型コロナウイルス禍の影響から、2年連続で回復傾向にあることが分かりました。業績が好調な情報通信業で21.7%が採用を増やすなど、24年卒採用は全業種で採用の意欲が高く、各企業は予定通りに人材を採用することが難しい状況になっています。このため、初任給の引き上げを実施したり予定したりしている企業が、 54.9%に上っていることが分かりました。